はい、ありがとうございました。いやーよかったあー今すごくホッとしてます。すごくいい演技ができたんじゃないかなと思っております。まあ演技からは出てこないかもしれないんですけど、ここに至るまでにまあ部員同士でもいろいろありまして、まあその中で吹奏楽コンクールの竜王スイーブコンクールからこの竜王マーチングフェスまでまで僕もずっと不安で仕方なかったんですけど、無事に今いい演技をしてくれたので、すごく良かったなと、思っています。何やら準備が始まってますけど、もう一曲だけちょっとこれは誰にもここのないないだけで準備してたものがありまして、皆さんにいい元気を与えられるようにということで準備してますので、ちょっと準備までしばらくお待ちください。吹奏楽コンクールマーチングコンテスト、まあ、その他本来であれば今ぐらいに吹奏楽コンクールが終わって、あと1週間後に全国総文祭で高知県に行こうとワクワクしてたはずだったんですけれども、まあ、このような状況になりまして、まあ、僕が来て2年目なんですけど、去年は8月から1ヶ月で追い込んで、マーチングコンテストに挑んだんですけれども、今年はもう1年生も入部した時からすぐ、マーチングに取り掛かって何もわからないまま取り掛かって、熱中症だったり雨で練習できなかったり学校が休校になったりいろいろある中で、まあ昨日の練習でもまあ不安で仕方なかったんですけど、最後本当にいい演奏ができたなと思っております。ちょっとアリーナも借りてかつライブ配信もということでですね、1回きりの勝負でこうライブ配信がなかったらテイク2とかテイク3とかできたかもしれないんですけど、やっぱり本番は1回ということも含めてライブ配信をしたという思いがあります。ちょっと僕の準備不足もあって YouTube の方がですね音声が悪くなったりとか、もしかしたら今日もあったかもしれないんですけれども、たくさんの方に見ていただけていると思います。マーチングのしてる学校がどんどん減ってきまして、数少ない学校であるんですけど、僕もマーチング始めて2年目、もっと皆さんに楽しさが伝わるような、演技をちょっと少ない人数ですけど、楽しんでる姿をいろんな人に見ていただければなと思っておりますので、まあこのイベントはスイブコンクールとマーチングフェスティバルは今日で最後ですけれども、定期演奏会が第10回が、あります。まあ、その頃にはいろんな一般のお客さんも入れてホールでできればいいなと思っているんですけれども、まあ、叶わなかったとしてもまた同じようにライブ配信なりでたくさんの人に、竜王の吹奏楽部の演奏パフォーマンスを見ていただければなと、思っております。急に決めたんですけど、生徒たちが手作りで作ってくれました。最後はですね、竜王らしく楽しく終わりたいと思います。曲は、まあ、竜王の関係者なら全て分かってるかと思うんですけど、おなじみの曲です。コロナに負けるな、イヤングマン。消毒、マスク、換気、頑張ろう、コロナに負けるな。